サムさん、東北大学行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う長文の設問形式はこういう感じでございます。そして、東北大学を受けようと思っている方はご存知かと思いますが、長文が非常に長いんですね。ですから、これ皆さん、ちょっと全部やろうとするとですね、皆さん、この動画の視聴時間がもうむちゃくちゃ長くなってしまってですね、これは大変だというようになってしまいます。ですから、幸いにもですね、こう、和訳と記述説明が、重複しておりますので、ですから、このオレンジで書いたところですね、これを扱えば、勉強、どういうふうに、対策をすればいいのかがわかりますので、これで頑張っていきましょう。サムさん、第一段落でございます。この第一段落はですね、この下線部1番、これですね、問いの5番でございますので、この設問に関して考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、このレズリエントをですね、知ってる受験生はあんまりいないんじゃないかなという感じがいたします。ただ右側にですね、この線引っ張りましたが、ロングラスティングということで、長い間続いていける、そういう関係性のお話でございますので、それでいくと選択肢はいけそうですね。ですから正解は A ですよね。タフということです。もちろんタフだからこそ長く続くというふうに考えることができると思いますので、 A のタフでバッチリです。サミさん、第2段落の前半でございます。ここにくっついているのはこの下線部2番ですね。これも皆さん単語の問題でございますので、言い換え可能なものですね、この選択肢4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。です。もちろん、ラメンティットですが、これ皆さん、嘆き悲しむという表現でございますので、選択肢一番近いのは、うということでよろしいかと思います。これも単語の問題ですね。すみません、先ほどの段落の後半でございますが、この下線部 A ですね。これ皆さん、和訳しなさいという問題がついておりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。サムさん、下線部和訳行ってみたいと思います。じゃあ本文とですね、模範解答をちょっと書き出してみました。そこの上のところですね。皆さん、これを皆さん見ながら聞いていただけるとよろしいかと思います。サムさん、1番出だしですね。We have no common terms ということで、皆さん、我々は主語。で、have は持ってるよということですから、他動詞。で、no common terms ということですので、目的語ですよね。で、皆さん、我々は、カモンタームスということで、共通のターム、ズ、用語。もしくは、言葉を、ノーということですから、持っていないんですね。で、皆さん、模範解答、このあたりでございます。共通の用語、言葉は持ってませんよ、ということです。で、じゃあ、それは、どんな用語ですかと言われたら、このバイフィッチ以下が、このタームズにかかっていくんですね。ただし皆さん、見ての通りでございますが、皆さん、トゥー不定詞が2つ、ございましてですね、皆さん、それを並列させているかどうかがポイントということでよろしいかと思います。で、皆さん、1つ目のトゥー不定詞ですが、トゥーディスクライブ、説明するんですね。で、皆さん、何をということですから、他動詞。じゃあ皆さん、何を説明しますかって言われたら、1つ目が、our expectations、我々の期待。で、それは何に対する期待ですかと言われたら、皆さん、前置詞プラス名詞ですので、全体で M ですね。もちろん、アウンツ、オバ、そして、アンクルズ、オジですよね。ですから、オバとオジに対する期待と。そして、もしくは、オアゼア、ティピカルアクティビティスということでございますので、典型的な行動、もしくは典型的な活動ですよね。それをデスクライブ説明詞ということです。で、皆さん、文句言うと、このオレンジのところですね、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、二つ目ですが、to differentiate them ということですね。で、皆さん、もちろん、differentiate、まあ、differ というところから皆さん、推測はできるかと思いますが、異なるものにする、区別するんですね。で、それらを区別いたしますよ。じゃあ、離島ということで、皆さん、from, 点々点。the expectations and activities ですね。これも前置詞プラス名詞ですので、全体で M ということです。で、皆さん、differ のところから皆さん、推測はできるかと思いますが、from ですね。differ from の派生と考えていただいてよろしいかと思います。
で、皆さん、エクスペクテーション、期待や活動、行動と区別するんですね。じゃあ、誰のっていうと、これですね。of other family members ということで、他の家族のメンバー、もしくは他の家族の一員に対する期待ですね。で、例えば、such as parents or grandparents ということですので、このあたりも前置詞プラス名詞ですので、カッコでくっときます。ですから、ちょっと皆さん、この青いところ、ちょっと若干長いですが、それらを区別するんですね。異なるものにいたします。じゃあ、何と区別しますかと言われたら、多分、後ろから行くと分かりやすいですね。両親や祖父母のような、他の家族のメンバー、他の家族の一員に対する expectations 期待、そして activities 行動活動ですね。区別する、異なるものにするということで、最後はこれですね。common terms 共通の用語はありませんよっていう感じでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。下線部 B ですね。これ皆さん設問ついておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、this って書いてますので、これは普通に考えたら皆さん直前を書けばバッチリですよね。ですから、このオレンジの四角括弧でくくったところ、ここを和訳できれば十分です。さあ、皆さん、説明問題でございます。だからもう書く場所はですね、はっきりしておりますので、あとはしっかり和訳ができれば十分かと思います。で、皆さん、出だしでございますが、to be sure、点々ですね。で、皆さん、上に模範解答は書いてあるんですが、皆さん、to be sure と来たらですね、後ろ皆さん、バッと、これは皆さん、相関関係といいますか、セットでよく登場するものですよね。で、確かにうんたらかんたらですが、てんてんてんという感じでよろしいかと思います。そして、皆さんその右側ですね、not all families are てんてんてんですが、皆さん主語動詞はすぐ見つかるかと思います。そして、皆さん前置詞プラス名詞ですので、このあたりは全体で M ということでバッチリです。そして、皆さんこれも気づいていらっしゃるかと思いますが、not all てんてんてんですね。皆さん、部分否定ということでよろしかったかと思います。で、すべての家族が点々点というわけではないと訳せるかどうかは試されてますよね。ですから、すべての家族が、フリークエントコミュニケーションですので、頻繁にコミュニケーションを取る。もっと言うと、頻繁に意思疎通を図っている。もしくは、連絡を取り合っている。というわけではないんですが、not all点点点ということで、皆さんまた同じパターンが来ております。で、皆さん not all の右側にですね、あらって感じですよね。exists と動詞が来てですね。あと皆さん前置詞プラス名詞ですから全体で M でいいんですが、こうやって上と下にこう並列させるとですね、省略だな。じゃあ皆さんすぐ分かっていただけるかと思いますが、皆さん families このあたりですね、省略を補って解釈できているかどうかもやっぱり一つポイントですよね。ですから、すべての家族が、isolated household ですね、孤立した、独立した家計、世帯ですかね、家庭でもいいと思いますけども、その独立した世帯として、イグジスと存在しているというわけでもないというふうに訳出できれば OK でございます。さあ皆さん、続いての段落でございますが、下線部3番、面等ですね。これを言い換えたもの、選択肢の中から新しいものですね、選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、面等と言われたら、指導者ですよね。良き指導者のことでございますので、選択肢の中であれば、いが正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、次のインテグラルもですね、この面等と同じように単語の問題でございますので、でもこの選択肢4つの中から何か1つ選べと言われたらいけるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん正解は、ですよね。エッセンシャル。もちろん、インテグラルと言われたら、不可欠の、必須のという意味でよろしかったかと思います。ですから、エッセンシャルですね。バッチリでございます。
サムさん、お疲れ様でございました。では、東北大学ですね、ちょっと皆さん、まとめていきたいと思います。皆さん、マーク式。まあ、今回はですね、単語の語句説明という問題でございましたが、やはり、レベル的にはですね、このあたりで、これですよね。G マーチレベルで練習をしておくと十分かと思います。そして、皆さん、記述式ではあるんですが、皆さん、和訳の問題にせよ、記述説明にせよですね。まあ、特に記述説明なんかは、書くべきところを特定するのはそんなに難しくないので、あとは、これですよね。丁寧に和訳をする力。これがあればですね、十分満点。もしくは満点に近いぐらい取れるんじゃないかなという感じがいたします。で、皆さんもちろん、東北大学はですね、英語以外の科目はやっぱりちょっと難しいですよね。あまり簡単とは言えないレベルかと思いますので、そういった意味でこの英語ではですね、かなり高得点を取ってですね、アドバンテージをつけておいていただきたいという感じがいたします。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。